全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。タック TV の実写チャンネルだけで、今夜もどうぞよろしくお願いします。さあ、本日は北の大地からこんな素敵なゲストの方が来てくれたんですよね。えご紹介します。山本洋介さんです。最高ですかタックさん。はい。 そうなんでしたっけそれ。いやもうピーワの時。にやりましたよ。はい、山本祐介です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。で、早速なんですけど、あれ何だったんですか。やりたかったんですよね。あの怖い話のライブで。コールアンドレスポンスなんて聞いたことないし。知ったこともない。なかったですね。で、私いろんなそういうライブとかも、まあ、そんなにいっぱい見に行ってるわけじゃないですけど。やっぱ、黙って聞いてることがお客さん的にも多いじゃないですか。例えば、お笑いのライブとか、バンドのライブ、音楽とかだって、大体わーって盛り。 ががっったたりりとととかかししてててて眠気飛ばいうのあるな思私、どうしてもやりたかったんですよ、あれ。そうなんですね。そうなんです。あれをやりたくて。そういうことだったんですね。うん。あれ、なんか特にそういう、なんか含みなかったんですえ、で、あの話の中の最後のおじさんとってくるんですそうだえ、ちょっとずるいっすよね。えなんでですかずるいですかあれ。よう考えたら、今思いました。その時は思わなかったですけど、改めて聞いたら、ちょっとだけずるいっすよね。え、ずるいですかあれ。え <laughs> いや、もう、あれは、もっと本当は長い話なんですけど、うん、その部分の一部分をこう抽出しようと思ったら、ああいう形になるっていう。そうなんですね。いや、でも話はすごい怖かった記憶ありますね。あ,ありがとうございます。いや、今年もありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いや今年も2年連続ということで。はい、2年連続出させていただいて。はい。どうでしたか去年と比較して,て。いや、もう今年はやりたいことやらせていただいた感じで、本当ですかもう感無量な感じでしたかね。え、会場の緊張はどうでしたかしました全く知ら 本当ですか今 t v の方々とコラボさせていただいてるんですけど唯一緊張しなかったのは洋介さんだけかもしれないあだってそれこそ控室の話をみんなしてたかどうか分からないんですけどあんまり聞いてないかもしれない聞いてないですか控室みんなピリピリしてて私だけがニコニコしてるかずそうなんですんか去年は結構和気あいあいとした緊張感はそこはなかったじゃないですかあっ控室も結構だからもう本番始まりますよってなるぐらいまではみんな談笑してたんですけどやっぱもう10分前20分前ぐらいになってくる もうみんな自分の練習を、もうこそこ、ね、かしこで。 どっか移動しながらやってたっていう。あ、そうなんですね。そういう状況の中、もう私はやること決めてたので、もう一人だけ平然と歩き回ってて、来んじゃねえっていう扱いを受けてたってこともあって、もうすっごい楽しかったですね。いや、あの、お話がやっぱりインパクトありますよね。そうですね。そうそうですね。あれはちょっと攻めた感じでやらせていただきましたけども。予選の時もそうなんですけど、あの時の話もはっきり覚えてますもんね。やっぱ 3P の話。そうですね。正直、こう、階段な 幽霊的な話を求めてる方もたくさんいらっしゃるのかなと思ったんですけど戦略的に一人だけ一コアで勝負したらもしかしたら受けるんじゃないかなっていうのでちょっとやらせていただいた部分もあったんですけどいや大受けだったんじゃないですかねあ本当ですかそれであれば印象もやっぱガツと残りましたし僕が多分一コア好きっていうのもあると思うんですよね事件の話とかもそうなんですけどあから洋さんの以前ねコラボさせていただいた時もそうなんですけどその中でお話ししていただいた探偵のお話 ストーカーされててる女性のの相談の話でっていうそれがまあお父様だったというあのお話もいまだにはっきり覚えてますもんね。あ,ありがとう結構1年経って覚えてる話って少ないじゃないですか。まあまあ、あれじゃないですかね。うん、なかなかねないかと思うんですけど。ですよね。うん、自分の聞いた話以外で覚えてるのってやっぱ洋介さんの話とか<ー>うんやっぱひとってこう人のリアルな話っていうのは印象にすごい残りやすいですよね。ただそんな今日はですねちょっと贅沢な企画ではあるんですけども、うん、山本洋介さんがまあ好きなで だったりとか選ぶベストな階段っていうんですかねこれをちょっといくつかセレクトしていただきましてちょっとここでお話ししていただければなと思うんですよねもちろんです T1 見てくださった方がもっと他の山本洋介さんのそういった今日ちょっと人コアとかもやっぱあると思うんですよ人コアありますどうした方がいいかなと思っててあ、そうなんですかええ、意外とだからその人コアの人ってイメージもあるのでまあその心霊話もなんなら自分の実体験もあったりするのでそういう話でもいいのかなって思ったりは 何でもなんで、何でも大丈夫です。何でもそうですね。だから確かに言われてみたら、そっちの話も聞きたいなっていう、うん、ちょっとお時間が許す限りお話をしていただければなとわ、ね、かりました、ちなみに、どういった感じの話があるんですか、うん、実体験しとこは、ええ、まあ幽霊もあるでしょはい。 幽霊今日は、がっつり言まあ、一個は幽霊ががっつり出てくるっていうか、うこれ確実にそうだろうっていうやつをやりたいなと思ってるんですよね。いいねしかも一人だけじゃないですよ。私だけが体験したんじゃなくて、<っ>複数人が同時に体験してるんですよ。うわじゃちょっとこう、都市伝説のような、えー。そうなんに近いって話ですよね。ようんえー、ちょっと、いいですかいきます いや、これね、うん、私、あの、怖い話とか、オカルトの活動し始めて、うん、もう今年で何なら20年になるんで20年そうなんです15歳から実はやってて。15歳からええー、あの、ネットラジオっていうのが個人でできるような時代があって、うん で、そこで、私、元々ラジオをやりたかった人間だったので、自分でネットでラジオができるんだったらっていうのでやり始めたんですよ。はい、ただ、その時、中学生がぐだぐだ喋ってても誰も見てくれないわけですよ。うん、ただ、怖い話っていうタイトルをつけて、やったらその瞬間に最初1人や2人しかいなかったのが30人ぐらいに増えちゃって、はい、もう30倍ぐらいになってるわけですよ。 これ怖い話やったらいいんだっていう風な感じになっていったときに、2チャンネルにオカルトラジオをしませんかっていうスレッドが立ち上がって、で、そこでいろんな人たちがそのスレッドを使ってみんな交代交代放送していきましょうっていうような場所が出来上がったんですよ。で、私そこでやってまして、まあいろんな配信をされる方が出てきたんですけど、まあその中にも岩尾さんとかもいたりするんですけど、うんすね、今日岩尾さんネトラジオの話されてて、うん。あ、してました懐かしいってなって。はい。お二人とも、なんかそこ出身みたいなとこあるんですよね。まあもともとそうです。え、はい、で、オカルトでってことですよね。そうです、オカルトで。 その時にお知り合知り合ったんですか、うん、そう、その時に知り合ったのが岩尾さんですね。じゃ、何年前ぐらいですか知り合っ18年ぐらい経って。すご はい。だから、初めて会った時、初めて会った時か最初に接触したのって私が16とかくらいで。ええ。まだ23とか4とかぐらい。ええ。そういや、なんか、映画にできそうですよ、なんかね。本当につながり的にはね、すごそんな長くじゃあお付き合いがあるってことですね。そんな長いと思ってなかったです。いや、もう長い。意外と長そうで短い人たち多いじゃないですか。ええあ、ただ、その密接に関わってたってわけじゃなくて。そうですよね。そのなんか、定期的にクロスするけど、そのまままた離れていくみたいな。はいはいはいずっと繰り返して。 だっていう。<ー>えーで、そこで。そうなんですよ。<の>で、そこで、やっぱりいろんな配信者もいて、はい、で、ゴールデンウィークとかそういうお休みの時期になったら、なんか企画ものをみんなでやろうって話になりがちじゃないですか。YouTube とかでもそういうね、何々編みたいな、スペシャルみたいなはい、はい、ことやろうってなった時に、私、受会に行ってみたかったんですよ。 なるほど。えー、<い>北海道だったんですけど、その時も<い>で、その時、まあ、高校生だったんですけど、じゃあ、受会に行ってみたいんだけど、一人で行くには、なんかね、<い>あれだったんで、一緒に他に行く人いないですかってなった時に、東京の配信者さんが二人、<い>で、えー、大阪にいた人が一人っていう感じで、その北海道、大阪、東京二人の四人で<い>、えー、受会に、じゃあ、ゴールデンウィークの期間行きましょうみたいな話になって集まることになったんです。<い>で、受会の話って私一回も行ったことなかったんで、<い>よく聞くのが、電波がないとか、はいはい、入ってしまっ ただ、トランシーバーだったら、連絡取り合えるんじゃないかって、離れて移動してても。で、私、トランシーバーをまあ3台集めてですね、高校生の時に。うん、で、それを家の中でこう準備してたんですよ。うん、次の日行く前に。うん、で、やってるし、トランシーバーの電池も大丈夫だって、机の上にこう3個並べて、うん、で、服の着替えとかをこう後ろ向けてこうやってたら、急にザーって入ったんですよ、うん、電源。うん、えと思ってたら、うわーってなんか変な声聞こえて。うん なんだえ、なんで電源入った、うん、と思って、もう一回切るんですよ。やっぱ、やっぱ電源買って入ってたんですよね。え<あ>、いや何言って。で、しかもこう、スイッチをクッと回すやつですから、<ー>物理的に回さないと電源入らないですよ。すよえー、と思って、その一緒に行くメンバーに、うん、いや、実は今日こんなことあったんだよって話をしたら、 いやーなんかさ、偶然かもしれないけどって、その東京のうちの一人が、まだもうすてに仕事してたんですけど、なんかね、今日仕事の帰り道に、オフィスのビルの電気が全部消えてて、最後自分が帰る番だったんだと。そしたらその暗闇のそのパソコンがいっぱい並んでるところから、女っぽいのがこう、生えずりながら近づいてくるのを見て、怖くなって逃げ帰ったんだよってその人が言ってて、で、あ、そう、じゃあなんか、 これ受会に来るなってまさか言われてるみたいだねって言って、うん、もうそれを見たくて行くメンバーですから盛り上がってたんですよ。うんうん、そしたらその3人は盛り上がってるんですけど1人だけ黙ってるんですよ。うん、えそればどうしたんですかって言ったらよくそんななんか楽しそうに言えるねって言うんですよ。なるほど。いや何かって言うといやこれたまたまかもしれないんだけど。 昨日ねって言って、夢を見たんだって。はい、で、見たこともない山の中で雑木林みたいなところに、いきなり自分がポンって立ってて、目の前にボブカットの女性っぽい人が、その木と木の間に立って、こっちをずーっと睨みつけてるって言うんですよ。はい、で、えと思って体も動かないと夢の中で。はい、どうしようどうしようと思ったら、わかるよねって言われて<ー>、はって夢から覚めたって。えー、で、なんかそれが起こってる時期が、本当に同じ日なんですよ、三人とも別のところで。はいはいはい え、これもしかしてなんかあるんじゃないかって盛り上がりながら、その東京でみんな集結したんです、うん、で、最後の夜行の便で受海のところまで夜行って、うん、で、実際についてみたらもう前なんか誰もいないんですよ。うん、で、タクシーの運転手も待っててくれたんですけど、うん、そのタクシーの運転手に、その大学生と高校生みたいなのみがな、受回の風穴、うん、そういうところまでって言ったら、うん、えって言われるわけです。そうんですね。 え、お兄ちゃんたち何しに行くのいや、あのー、って、え、下手にその10をなんか探索するって言ったら、警察に使っても嫌なんで、いや、あの、夜空を見に行きたいんですよって。<laughs> あの、10だったらすごくね、満天の星空見れると思うんで、って言ったら、<laughs> え、お兄ちゃんたち本当にそれなの <laughs> って言われるの。<laughs> いや、そうですよ。もうお願いしますよって言って、もうするしかないぞ、タクシーが一台しか。<laughs> うん よかったけどって言って、もうしそのタクシー運転手がその10のところの入り口まで連れてってくれて、で、降ろしてくれたんですよ。そしたらもうタクシー運転手が、おいちゃったしさ、明日ちゃんと朝帰ってくんだよねって言って、帰りますよって。<ー> 待ってるからね、朝って。いです。もし帰ってこなかったら、本当恨むよって言って、そのタクシー帰ってたんですよ。いや、なんかこれ、本当冒険するような感覚だなって言って、で、樹海の中入ってこうと思ったら、他に心霊スポットも回ってたようなカップルみたいなのがいて、あ、なんか、こっちは男4人だけど、向こうは男1人に女の子2人なんですよ。なんだよ、これと思って。まあでもいいや、と思って樹海の中入ってくるんです。で、10の中入ってみたんですけど、私、北海道じゃないですか。意外とそうでもなかったんですよ、樹海の中が。北海道の山の中に 比べたたたたら明かりももない中ずずっっっととうただただ遊歩道を歩をきき続けてずっと夜通し歩き回ったんで、すけど結局何も起こらなくて、はい、でもうこれだったら、放送で行きましたって報告をしなきゃいけないもんですから、はい、行って何もありませんでしただったら何だったんだって話になるので、明け方、もうどん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 明けてきた朝の4時ぐらいになってきたら、どん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 ,どんうさからくなってきたんですよ。で、ちょっとこうキャンプの拠点じゃないですけど、ここを作って、せっかくトランシーバー持ってきたんだから、みんなバラバラに移動してみようと。はい、もう明るいし、行方不明になることはない。 だいだろうって,言って、うん、で拠点のところに1人トラシバ持ってで私とその東京の人が2人1組になって、うん、でその大阪の1人がまトラシバ1個持って別々でこう行くことにしたんですよ、うん、でその別々に歩いてって私とその東京の人間はもう山の中みたいにぶわって駆け回ったんですね、うん、うわーって言ってでもいろんなとこわーって駆け回っていやなんもないじゃんここ単なるなんか山の中みたいなもんだねって言って話をしてたら急にあーって絶叫聞こえてきて ってなるわけですね、うん、ここの近くにいた人物で絶叫をあげるのなんて我々の4人以外誰かいるのかと思って何、うん、かあったのかもしれないと思ってトランシーバーで「えっ、ー、と拠点のないないさん大丈夫ですか?」って言ったらその人が「大丈夫だけどえ今の声何?」って言ってくるんですうん、うん、でその大阪の人間だけが「返信返ってこないんですよ<ら>え。大丈夫ですか?」って言って必死になって呼びかけるとしばらく経ってから「あのさちょっとあの拠点戻ってもらっていい?」 ですっごおとなしいテンション低いようなもう真面目なトーンで「うん、え何があったんですか?」ってもういいからちょっと戻ってもらいたい」って「うん、え何かあったのかな?」と思ってニコニコしながら東京の人と私はニコニコして「何、うん、かあったんじゃないか?」って言って戻ってくるんですよそしたらその拠点にいた人物はすごい心配そうにしててで大阪の人もすっごい意気消沈にしてるんです、うんえ「何があったんですか?」って聞いてみると「見なかったの?」って言われて「うん、え何か?」いや 本当に見なかったって言われて、いう見てないですよ。あ、そう。見つけちゃったって言うんですよ。見つけちゃった。え,うん、え、何見つけたんですかって言ったら,、ねだから、首吊り。首吊り見つける。うわ、忘れてた。<え>そっか。えってなって、え、本当にお前たち二人見なかったって言われるんですよ。なん<ぁ>でそんなこと何回も聞いてくるかっていうと、うん、私たち二人がわーって走り回ってるところ、後から遅れてその大阪の人来てるんですよ。なるほど。 だだから確実に見たはずだっていやいろんなとこ注意深く見たけど飲もなかったよって言ってまた冗談言ってんじゃないのって言ってこうちょっと茶化したんですよなんかそんな,なんか気かなんかをそうやって見間違えたんじゃないのって言ったお前さーっつって本当に半切れ冗談みたいになってなんでその冗談言わなきゃいけないんだよ冗談じゃないからって。 もう分かったお前ら信じてくれないといいからお前ついてこいって言って、うん、人でザ,ザッザッザッって行くんですよいや絶対ないからってだって入ってすぐのとこにあったなんて言うからいや絶対ないって言ってで実際にこうついてってなんかこう木が何んですかねアーチ状みたいなところがあって、うん、でそこをすっと行けた時に「ほらあそこ見てみろ」って「いやこんなとこ通ったよさっきみんな何回でも通ったし走り回ったよ」って「うん、あそこ」って言うから「えっ?」ってその際に後追ってパッて見たら確かに。 木の枝からプーって一本のロープが立,つ立ってて何かゴミ袋のようなものだけが5 6 0ンチぐらいのこう浮かんでるんですよえー、っと思って首吊り体って大体こう長いじゃないですかもし人だったらえっいやなんかあれいたずらかなんかなんじゃないですかって言ったら「いや,いやいや見てきたらわかるよ」よし、でえっって言ってじゃあその3人でこう近づいてったら明らかにそのちょっと近づいただけで匂いが変わるんですあの鮮魚コーナーみたいな匂いしてくるんですよ うわってもうその瞬間虫が結構ーってなってるんですよねで近づいてみて分かったのはボブカットの女性が上半身だけブラってなってて<わ>下半身床にべたっと落ちてるんですよ、うん、だ真っ二つになってるんですよ、うん、えっと思って「えっでもこれボブカットってあんた夢で見たとか言ってなかったっ?うん」でそのアーチ状みたいなところの夢見たって言ってたよねって言って、うん、でその時何て言われた って言ったらいや分かるよねって言われた。<え>これ見つけて欲しくなかったのか見つけて欲しかったのか分かんないけど、は本当にあるんだって。ただそれをはっ 実験して本当であればちゃんと警察とかに届けなきゃいけないところだったんですけど我々もちょっと時間もあってまだ未成年っていうこともあったんでこれもしかに見つけて警察に届けた場合我々多分補動されちゃうんですよちょっとこれはなかったことにしようって言ってなかったことにして帰るしかないってだからもう受会に来たけど何もなかったってもうその行くってことはみんなに発表してたもんですから何もなかったってことで今日その日の夜放送するっていうのも生放送があったんでまあ帰ろうって ね、言ってもう朝の,そのバスにとりあえず乗ってブワーって行って駅のとこまで行ったらタクシーの運転手の人が「あよかった!」って言って帰ってきたんだって,ってでそのバスから電車に乗ってからって帰ってくるんですよでその時にその東京に住んでる大学生だったんですけどその人がで私と大阪の人がその人のに泊めてもらうってことだったんですよでその人のところまで家に行って「えい、ー、疲れたね」ってガチャッと入ったらなんか異様に寒いんですゴールデンウィークだからまだちょっと肌寒いっていのは分かるんですけどただ 異様に寒いんですよで、なんならその前の時にちょっと何回か行ってるんでその部屋は暑いっていうことで有名だった家だったんですよロフトもあって暑いんだよなもう年がら年中みたいなことえこの家ってこんな寒かったでしたっけ?」みたいな話を言うんですいや「確かにちょっと寒いっすね」ってでその家主も「いやなんか変な寒さだよね」って「いやまさかさついてきたってことないよね」って話をして、うんまあ「まあないと思いますけどね」 言っって、まあ、寝て寝もいなかったんで、すで放送をやるって予定になってたんで、その時間通り放送して、うん、いや、実はあの、昨日の夜、えー、我々、受回に行ってきたんですけど、うん、いや、何にもなかったんですよ。て、うん、でも受回なんて言っても、やっぱり私、北海道ですから、まあ、北海道の山の中に比べたら、大したことなかったですよ。だって、車の走る音も聞こえるし、うん、なんだ、そっちの方行ったら脱出することだってできるわけじゃないですか。みたいなこと言って、まあ、そうだよねなんて言ってた時に、ふ <laughs> <て> 部屋の中でで笑い声が聞こえたんですよ、うん、3人ともだからちょうどこういうテーブルがあって<ー>マイクがここにあるんです。でこう並んで喋ってたんですけどここなんですよ音源が。<ー>えでも3人ともこう見上げるわけですよ。<ー>で放送事故みたいなんですよ3人とも喋らないから。 じゃあ、こうコメントで、え、なんか誰か女の人いるっていうコメントもちょいちょいつくんです、うん、いやいやいや、何にもないっすよ、つって。いや、なんかそういうこと話してるから、そういう幽霊が来るのかもしれないね、なんていう話をして、こう流してたんですよ。 そして、えー、じゃあそのリレー形式みたいな感じで放送やってたもんですから、うん、次の人にバトンタッチするってことで通話をつなげて、うん、じゃあ次の何々さんお願いしますね、って言ってバトンタッチして渡して、で、その先の放送で、あ、どうも皆さんって放送がまた始まるんです。うん、そしたらその放送でまた、ふふふってさっきこっちで聞こえた声が乗るんですよ、また別のところ。うんえ そう、もうコメントでも、あれなんかさっきの笑い声みたいなのまた聞こえるけど、何これって。で、その別で放送した人は、一緒に東京に行ったもう一人なんですよ。別の企画でそっちに出てて。はいはい、で、その人も,も喋らなくなっちゃうわけですよ。うん、こっちの時になんかなって、こっちにも来ちゃったってなったから、え、うん、な、な、なんですかねみたいな感じになって、うん、え、こんなの誰って話をこっちはもう放送終わってるんで、で3人ともそれ聞きながら、え、気持ち悪くないって言ってた時に、 部屋の中を、と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 って、足音が聞こえてくるんですよ。うん、えどんで、パッって振り向いたら、その玄関の方に向かってく廊下を、こう、トン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 って歩いてる音なんですよ。うん、でえええ,え,えっていう風うに言ってると、ちょっと私もちょっとおかしかったんで、うん、ちょっと見に行ってきますよつって立ち上がってみんな行かないのに、うん、行きますよつって、廊下の方まで行ったら、もう暑いんですよ。うんうんえ なんか暑いですよ、こっちって。で、その放送してるとこも行ったらめちゃくちゃ寒いですよ。こんなことって今まで部屋住んでてありますって言って、え、何それって言って、その人も廊下のとこに、確かに普段このぐらいの温度だよ。ってで、こっち来たら、いや寒い、寒って言って、どういうことなのっていう感じになって、いや、これまさか本当についてきちゃったんじゃないのって、もうザざザーザーザーしてるんです。ただ、その笑い声なんですけど、結局、その後、 そのオカルトラジオしませんかっていうところで放送してる人たちがいろいろその別々でいたんですけど、そのオカルトラジオしませんかっていうふうに放送してる人のところ、その笑い声が聞こえるようになっていくっていう感じで、どん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 ネット上に伝播していって、最終的に全然違うような放送をやってる媒体のところにもその声入っちゃって、だからもうその幽霊が下手したらですけど、ネットに解き放っちゃったんじゃないかっていうことで、いや、これ本当にいたんじゃないの っていう結構の体験えでもいつからなのかっていうのが分かんないですよねでもこ分かんないですよだから最初の段階からもしかしたらその行くっていうのを運命じ見てたのか分かりませんけど<ー>そういうような扱いになってて<ー>なんかその集団でそういう変な音聞いたりとか明らかにここいたよねっていうのを体験したのってそれが多分明確に強いのはそれなんですよね いや、なるほなんですかね。うん。じゃあ、そこからなんか、そういう、ちょっと、これ霊症とか弊害みたいななかったんですか影響はそれが、まあ、これちょっと、二話目の話にちょっと行くんですけど、<お>いいです。もちろん。え、これは、その、私がその、ネットライジオのところで有名になる後の話だったんですよ、今の。もともと、その、何で有名だったかっていうと、うん、いろんな心理検証がいっぱい起こるので、私、有名だったんですよ。ああ、で、配信ああ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 あ で、何が最初きっかけだったかっていうと、私単純にその当時は、あの、小話の朗読をやってたんですね。はいシャレにならない小話をただただ朗読するみたいな会にだった時に、ラジオドラマみたいな会の提訴でやる人が出てきちゃって、はい。もうリスナー数みんなにそっちに吸われちゃったんですよ。はい、で、もともとはこっちが一番だったのに、 なんか2番手3番手に落ちちゃったみたいな。はい、これちょっとなんか一発はやらなきゃいけないってなって、それで北海道に住んでたもんで、近くになんか有名な心霊スポットないかなって調べた時に、縄文トンネルってところがあ,っあ,ありますね。て。で、そこに行くっていうのがまあ最初のきっかけだったんですけど、はい、まあそこでの体験が一番、 いろんなことが起こるっていうやつだったんでその受会に行った時もきっと何か起こるだろうっていう風に言われてて行ったら本当に起こっちゃったっていうやつなんですよね<ー>、えー、結構呼び寄せるんですかね呼び寄せるというかこれね不思議なのが結構たまにいるじゃないですか心霊スポットに行っても何もないですよっていう人<ー>そういう人と一緒に心霊スポット行くと あるんですよ。<ー>ええー、そういうふうに言ってる人ほど、なんか怒ったりするっていう。ほ、それは、陽介さんがいるからなんですかね、だから。なのか。うん、え例えば、どんなことがあったんですか縄文トンネルで。あ、縄文トンネル、私、一人で行ったんですけど、うん、あのー。まずそこっすよね。ええー。いや、もうだって。怖がってないっすよね、多分。いや、怖がったっすよ、あの時。あの、18歳までめちゃくちゃ怖がりだったんで。うん、いや、だんだ、その柿ね。18歳。あの、だからそういうこといっぱいあったけど、結局死ななかったじゃんっていうのから変わっちゃったんですよ。 だ最初の頃めちゃくちゃゃく怖がりだったんですけどただやっぱビッグマウスでやるしかないみたいな状況でその縄文トンネル行きますって言って車も何もないわけですよまだ高校生だから、うん、自転車で70キロぐらいの片道をこうバーッて走って、えー、っ <laughs> で行ってその道中に縄文トンネルっていうのは有名なんですけど、うん その手前に死を呼ぶカーブっていうのがあるんですよ。S 字カーブって。はいはいはい。ものすごく交通事故が多く、死亡事故が多いっていう。はい、ああ、ここもそういえば心霊スポットだったなと思いながらこう自転車バーッて走ってたら、そこの崖っぺつみたいなところにお地蔵さんがバーッて並んでるんですよ。ああ、やっぱりその死亡事故が多いからお地蔵さんとかこうやって並べてるんだなと思ってバーッて行って、で、縄文トンネルまでこう上り下り上り下り行って、うん、と、なんとか着いたんです。 で、着いた時に、私、デジタルカメラを友達から借りてて、うん、で、やっぱりそんな山の中に一人で行くわけですから、もし行方不明になったら大変だっていうことで、友達にもし連絡つかなくなったら警察で探してくれっていうふうに言っといて、うんうん、で、そのデジカメ貸してくれた人間に着いたからって電話かけたんです。それ何コール目かぐらいに電話出てくれたんですけど、うん、いや、今着いたよともうすっごい時間かかったって言ったら、お前嘘ついてんだろうって電話越しで言うんですよ。えいやいやいや、もう山の中で誰もいないよ、ここ。もうなんかこう、ね、連結状みたいなところがあってさ、うん、っ,てって。いや絶対 だってなんかショッピングセンターかなんかみたいな感じの人混みのガヤガヤガヤガしてる声しか聞こえねえぞって言われて「<laughs> いやいやいや周りになんか何もいないよ」って言って「うん、あ,あまあそうよかったついたねあよかったよかった」ってこう切られたんです、うん、え何言ってんだこいつ」と思ってもう周りのも誰もいないしって「えー、っ?」て思ってたら急に雨がパッ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 パて降ってきて「<う>えっ?」てパッて上向いたら自分のそのトンネルの上のとこだっけ雨雲がか,かってるんですよ。

え、なんだこれと思って、変な天気だなと思って、ま、でも来たっていうことは証明しなきゃいけないから、写真撮らなきゃと思って、デジタルカメラの当時まだ炭酸電池ですよ。え、バッテリーじゃなくて、それカカカカカって入れて、よし、電源入れようと思って、シャッター押そうと思ったら、シャッターが降りないんです。初めてそのシャッターが降りないっていう現象に遭遇して、え、なんだこれと思って、このいや、もしかして来る途中で、いや、でもさっきちょっと試しがついたよなって、また電池こう切り替えて、パッカッカチカチカチカカカって言ったら、一枚だけパシャって撮れて、 で、その後も電源つかなくなっちゃったんですよ、<ー>えって。そう思ってると、雨足がこうまた強くなってきて、変な雰囲気だなと思ってたら、周り、砂利道なんですけど、明らかに私の後ろの背後から、ちゃっ、ちゃっ、ゃゃ<わ>なんか聞こえてくるんですよ。うん、それが一つじゃないんです、うん、もう何個もあるんですよ。うん これは振り返っちゃ絶対まずいやつだって振り返ったら帰れなくなるかもしれないと思って、うん、その時までお出てこいよ出てこいよみたいな感じでずっと騒いでたんですよ。その瞬間すすいまませんでした帰りっって言って言、うん その振り返らないように大回りでぐるーっとこう<ー>、一応 <laughs> 振り返ったくらいと思ってぐるーって言ったらもうずっと後ろがちゃっ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 て聞こえてくるんですよ。えー、でも IC レコーダーこう取りながら、えっと、えー、これもしかしたらトレくクってるかもしれませんけど、後ろからずっとなんか、車両音が聞こえてくるんですよ。周りなんか民家も何もないし、<ー>うん、帰るしかないですって言って急いでもうまた自転車どこまで行ってパーってこう帰ってったんですね。<ー>で、 なんとかこう街の自分が住んでる街のところで着いて、もうその頃にはもう雨がバーって降ってきちゃって、うん、なんか今日雨の予報じゃなかったのにって思って、まあ、でももうちょっとだと家も着くからと思って、あともう一個交差点、大きい交差点を越えたら家までなんですよ。うん、あ,あ、よかったよかったと思って交差点差し掛かった時にちょうど横断歩道がパッパッパッってなって、うん、あ、これ赤だってブレーキカッ で締めようと思ってちょうど雨が降ってねこう下向いてるんですよね、うん、でギュって握った瞬間そのブレーキパッドのところが握るその手前ぐらいでポンで飛んだんですよ、うん、えー、えと思ってもうブレーキかからないんです、うん、うわっと思ってそのまま交差点のこうガーって行こうと思ったらそ、うん、こ,こからもうトラック大型がブワーッと出してきて、うん、うわーってこう倒れしでもなんとかギリギリこう線でのところで止まるっていう感じのといや。 そブレーキパッドを握ってからなんか壊れて外れるのと思ったんですけど、<う>握ろうと思った瞬間にポンって撮るんって、<laughs> そんなことあり得ると思って、<う>え、やばいやばいと思って、なんとか家にこうずぶれになって帰って、<う>で、その撮ったデジカメのデータ確認して、1枚だけ撮れたから、きっとなんか撮れてるだろうと思って撮ってみたも確認してみたら、1枚だけ確かにデータ残ってたんです。<う>そこになんかあの、燃やったなんか人の顔みたいなのがブワーって浮かんでる写真、1枚だけのデータがあって、うわ、 本当になんか心霊写真みたいなもの撮れちゃったと思ってそのデジカメ化してくれた人と、うん、そしてその当時その配信をやってた他の人にデータとして送ったんですよ、うん、なんか撮れちゃったんですよっつってあ確かに変な写真撮れちゃったねみたいな。 でもその日疲れてたんであの軽く「いやもう帰ってきました無事帰ってきたんで<る>、えー、詳しいことはまたあの翌日にでも放送します」って言って終わったんですでその後また放送するってなった時にこれみんなにも見てもらいたいんで写真をちょっとほかのとこに上げようと思ってて自分のパソコンの中かがこう調べてみたらないんですよあ,<る>あれと思ってあもしかして消しちゃったのかなと思ってその私との他,他の2人にもいやなんか自分のパソコンからその写真消えちゃったみたいだからちょっと見てもらえる って言って送ってもらえるって聞いたら「あいいよ」って言ってあとに数分経ってから「ない」って言うんですよ。うん、えって二人が二人ともないって言ういですねえなんでないのってただその時私回線がすっごい遅い回線を使ってて、うん、アップローダーに写真をアップしてそれをみんなにダウンロードしてもらうっていう感じのところにしてたんでそこのアップロードには何とか残ってたんでまだよかったんですよだからそれをみんなに公開するっていう形に変えていやよかったよかったでもなんで消えるんだろうって。 ただその道中の話とかっていうのもろもろこう話をしてった時に、うん、いや、本当になんかあるのかもしれないですねっていう話をしてたら急に部屋の中にあったプレステ2の電源が、バーンって電源入るんですよ。うん、ふーんって。しばらくまた無音になって放送事故状態になるんですよ。うん、どうしたどうしたみたいな。いや、今、部屋に一人でいるんですけど、プレステ2の電源が勝手に入って、そんなことあり得るんですかね、うん、で、パソコンデスクの真後ろに ブラウンカーのテレビとプレセツの点源がっ、はい、じっと見てたときに、あれと思ったんですよ。照明がここにあって、パソコンここにある。ってことは、ブラウンカーのテレビには、その照明が反射して映ってるん。はい、普段、何も映ってないんですよ。はい、俺なんか反射して何も映ってないな、つって。まあでも、とりあえずね、何か起こったもどうしようもないですよ。だって別に死んでないから、とか言ってプレセツの点源ピッ、ふざけんじゃないよって言って消しに行った瞬間、クローゼット扉�パーンって開いたんですよ。えー、うわっつって。 いやいや、これはちょっとやばいかもしれないって。うんうん、でもパソコンデスクの前にって、今のでかい音なんだみたいな感じになってるんですよ。もう全然声でしか、ラジオでしかやってないですから、な、うん何だなんだってっいや、クローゼットの扉がバーンって開いたんですよっって。<う>まあ、その時もやっぱりビッグマウス状態はまだ続いてるので、えー、こんなもんね、閉めてやったらいいんですよっつって、うん、バーンって閉めに行くんですね。で、閉めて、またポンって戻ったら、今度ここにあったラビット、そのスタンドライトってやつが、カッタ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 動くんですよ。うんうんうん あーって、もう、もう何も言えなくなるんですよ。うん、こうなってくると、どん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 近づいてくるから。でもまた、なんかカタカタ言ってるけど、どうしたんだって。いや、今、あの、スタンドライトがカタカタ動いてるっつって。そんなことはないだろうって。ただ、普段からビッグマウスの私なんで、結構テンション高めでやってるのは、どん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 テンション低いんですよ。うんうん、なんかこれ、もう一大事だみたいなことになってて。うん、え、何これって思って収まったんですね。カタカタしてたのがパタって止まって。うん、あ、よかった。と思って、パッて壁見てみたときに、 あれなんかおかおしいって思ってここに照明があるってことはもうここに反射してその自分の姿が壁に影として映ってたんですよ普段真っ暗な部屋でやってたもんですから部屋が全部真っ黒の影になってるんです<ー>照明があるんですよ<う>何もか壁一面真っ黒になってて<う>えなんで壁に光が当たってないんだってうじっと見てるとそれ影が当たってるっていうよりも縦の細い線がたまに ふって、出るんですよ。おう。え?。って思って、じーっと見てたら、この縦の線が、縦切れになってるんですよね。おう、い,<で>おいっぱいいて、それがスッ。す、す、すって、こう右から左に抜けてってるんですよ。どん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 ,どん。え、うん、で,で、その人の、なんか、こう立ってる姿みたいなのが影なんですよ。うん。うわっと思っても、そこから寝れなくなっちゃって。いや、もうやばい、やばい、やばい。 っていうふうな形でネット上で喋ってた人とかにもちょっと電話つないでもらって、うん、いや大変なことになったんだっていう感じのことがまずこれ最初のあれだったんですよ<ー>ええ、すごいもうがっつり経験してるじゃない,ですかいやそうもうがっつり経験してて <laughs> そこからが本当にもう1年間ぐらいずっと続くんですよねこれええ、そういう現象がですかえ でもまあ今はそんなないですもん。さすがにもう相当覚えないですね。ないですね。ですあ、でも。やっぱ行くと。いや、行くとっていうか、うん、これは生放送で起こったことだったんですけど、うん、それこそもう恐れ知らず始めてて、うん、私が住んでた元々の実家、 があったんですけど、まあ、そこの家はもう誰も住んでないっていこともあって、うん、なんか昔からそこはいろんな不思議なことが起こる場所だったんですよ、はい、というのも父親が亡くなった人の遺品を回収してきてそこで燃やすっていう仕事をやってたのでうわなかなか、えー、起こりそうな場所ですねそ,それをやり始めてから明らかに変が起こった家ってこともあってでもみんな住んでなくなっちゃったんですよで実家だけは残ってるって状況になっていや実はここで私もいろんな経験を子供の頃してたんですよって言ってでちょうどその怪談バトルじゃないですけど、うん どっちが怖い放送ができるか、みたいな勝負をやる企画があったんです。うんうん、で、真冬の2月ぐらいだったと思うんですけど、うん、もう誰も立ち入らない場所なので、もう雪がこの腰ぐらいまでの高さまでズワーってなってる道を、もう道なき道を車を置いてそこまでぐわーって歩いていって、そこに何とか到達して、実はこの場所でこういうことがあって、みたいな話をしてて、で、30分だけの勝負だったんで、まあ、じゃあ一通り紹介し終わって、うん、じゃあ今日はこれで終わりたいなと思いますって言った瞬間、バタ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 パタって、うん 部屋の内側の窓、こう外窓ではなく内窓の窓がパバ,ババババババって叩いて動いちゃったんですよ。うもうそれ生放送中映っちゃってて、<laughs> <う>ななだ、なな,な,な,なみたいになってて、ただこれ実際体験してみると、怖いっていうよりも、なにこれっていう。うん、<え>びっくりがちょっと、ね。え、なんだっていう風な感じでこう調べて、え、何もないなって。 っていう結局誰もいなかったんですよ。うん、いやいや、なんか、ただ風かもしれないですよねって言って。うん、で、まあ、その後帰ったんです。また雪をこうやって越えて。うん、ただその一週間後ぐらいにその家全焼したんですよ。え、うん、あの、<laughs> それ疑われたんです私が。 のも、足跡が、私の足跡しかないんですそで、もうその消防車も入らないからっていうので、もう燃えてるのを山の上の方で燃えてるのをただただ見てるしかなかったみたいな状況<ー>全焼しちゃって、<ー>ところ最後に入ったのってあなたでしょって言われて、えー、その火を借りたもんですから、いや、えーうん、いやいやいや、ちょっと、いや、そんななんか火元なんかあって、行ったのは一週間前よって、うん、そう一週間経ってから燃えるって、放火するにしても足跡も私のしか残ってないし、<ー>そんな誰もないでしょって言ってたときに、 その家の燃えた火元と思われている場所がトイレなんですよね。おおトイレでそう、トイレなんですよ。 そんなことあるかなって思うんですけど、ただそのトイレっていう場所がまたちょっと奇妙で、うん、というのも私の曽祖,祖父がみんなにボケたって言われるようなきっかけがあるんですけど、うん、それはなぜかって言ったら一人で家にいた時に急にそのトイレで火起こししてたんですよ。で,で、その時に何やってんのおじいちゃんって言って止めにかかったら、この家は燃やさなきゃいけない、この家は燃やさなきゃいけないんだって言って火つけようとしてて、いやもうこれもボケてるって言って施設に連れてかれちゃったんですけど、うん、その場所なんですよ、え燃えたのが。 だから、何だったんだっていう。確かになんか、ありそうですよね。ええ。ま、でも結局、確かめはないですもんね。確かめはもうだって全部焼け落ちちゃってっていう話なので。えー。あ、じゃあ結構そういう体験はもうされてますよね、じゃあ。そうなんですよね。えー あんまりあまあまあそうですよねそうですよねえちょっと僕も行くんですけど僕ほとんど起きないんですよ何も本当ですかだから一番直近だと確かにびっくりが勝ちましたねあそうですよねなんか起こったのねはいそうだから肺動物病院のところに行って全く関係ないところでその撮影の前のシリーズの時に スタッフが何かあった時からのためにこれ持ってきましたみたいに言って、味塩を持ってくるっていう募金をしたんですよ。<laughs> はい、味塩味塩を。塩はい、これでいけるすみたいな。それがちょっと炎上したんですよ。お<ー> <laughs> 不謹慎なみたいな感じです、ね、だふざけるのもいいけどなスタッフがしゃしゃるなみたいなああそういうそっちなんですね、はいはいはい、スタッフがボケるなみたいなでなってでこれをちょっとまあ僕ら的にも別に問題ないと思って流した責任もあるじゃないですかうん、うん、でそれでちょっとスタッフがギャーって言われちゃうとメンタルがもしかしたらダメージすごいかもしれないからうん、うん、これはちょっと次回でどうにか回復させましょうみたいな感じになって、うん、あじゃあその見過ぎの方法として一旦次シ次心霊スポット行った時にはそのスタッフが一人で、うん 安全かどうかを確認するみたいな。で、ちゃんと本当の神社でもらってきたおっきめの塩っていうのを今回持ってくると。で、この二つのパートをこう間に入れ込めば、あ、前回のスタッフってちゃんと学んでて草みたいな感じになるんじゃないか、うん、っていう感じでやろうとして。で、じゃあ最初安全確認パートしますってなったんですけど、うん、結構デカめの一軒家で、2>, うん、2階もあったんで 7LDK ぐらいの大きい家だったんで、スタッフ行くってなったんですけど、やっぱ電気も通ってないもんだから、うん、怖いっつって。うん スタッフさんすみません僕行けないかもしれないです、うん、みたいな感じになっちゃってあれもそれだったら後ろから僕腰持った状態でついていきますよと、うん、だから動画上では1人で安全確認してる感じで写しますんで、うん、手持ち持って行ってくださいお前、うん、僕黙っとくんでっつって、うん、あそれだったらいけますってなって部屋出て1階のリビングがあるんですけど、うん、そこ入った瞬間見えてはないですけど、はい、リビングのど真ん中で老人のうめき声がはっきり2人とも聞いて。 あらゆるって怖いよりもまずびっくりが勝ちますね。何ってね。どいうことってなるんですよ。二人で顔見合わせて数秒間、二人でぶわーって戻るみたいな。で、しかもまあまあ一瞬とかじゃなくて、15秒ぐらい聞こえてるんですよ。結構長いんですよ。ああああでも距離感的にもそこにいるぐらいの距離感なんですよ。目の前にいるみたいな。で、こっちに向かってああって言ってるみたいなぐらい聞こえるんです。たただ上がって落ちにも めちゃくちゃいいの撮れたと。<laughs> はい、これは素晴らしいぞって。えー、よしっ,って再生したら、うん、全然聞こえてないんですよね。<ー>えー、みたいな。だからよく、撮れてなかった、聞こえてなかった、で、で、めっちゃあるじゃないですか、話しで。うんうん、でも、そんなことあると思ってたんですけど。 僕、それに関しては実際に体験してるんで、うん、その動物病院の後に、一番こうよくわからない部屋があるっていうところがあって、うん、仏壇があるのに、フランス人形が置いてあったりとか、バービー人形が置いてあったり、が備えられてあったりとか、えー、かでぐわーってこう積まれてて、ここがまあ誰々の部屋だったんですけど、ここがちょっといろいろあるみたいなんですよねっていうのは聞いてたんですよ、この部屋が一番まずいですっていう。うんうん、で、そこにスタッフと含め、僕とで、撮影班5人ぐらいで入って。うん もう撮影を一旦もう喋り終わって、じゃあちょっとインサート撮ろうってなって、もうカメラ1台しか回してなくて、1>, うん、で1台でカメラで1人のスタッフがいろんなもののインサートを撮ってる時に、はい、その部屋から次は犬の鳴き声聞こえて、えしかもこれもまあまあ長いです、あ<ー>15秒以上、こうって犬がちょっと痛がるとき、鳴くときの声っていうのは聞こえて、うん、それはもう全員聞いてるんですよね。うん、はあて、こう、聞こえる、聞こえるって、もうすぐそこにいる、うんでも。みんなスタッフの顔ももう ね、びっくりしてね。<laughs> でも、落ち着いて、一回でよ、一回でよってって、こう出て、はい、で、か回してた、誰か回してないよなってなった一人が、はい、あ、インスタ撮ってたんで回ってます。はい、<laughs> いいの撮れたみ <laughs> たいなね。<laughs> それは結構入ってました、インの声<ー>っていうの声、音は入ってたんですけど、はい、でも直で聞こえてたよりはすごい小さかったなっていうのは感じましたけど、やっぱそういうのを僕も経験してるで同じように、音とかいうのは実際あるかなとは思うんですよね。 これは何なんだろうっていう。そうなんですかね。だからそういうところに、洋介さん行ったらぐちゃぐちゃになるじゃないですか、なんか。いやだからね、結構、だからあるんですよ。今の何個かしか行ってないですけど、はい、東神坊ってあるじゃないですか、はい、石川県に。あ、の、昔ね。えー、はい。あの、飛び降りが多かったっていう。はい、そこの飛び降りた遺体が流れ着く島が横にあるっていう場所があって、はい、あれなんか、周り方があるって言われてるんですよ。はい、で、そこに、それこそ受海に行った、その大阪の人と、二人で行ったんですよね、はい、その夜、夜中。まっ かな、こう、橋があって、海がこう、だーってなってとこ、こう、二人で歩いてって、こう、ぐるーっと回ってたときに、うわーっていう、なんか、うん 女の人の絶叫を聞こえて、うん、えって、なんかもうまるで殺されたんじゃないかみたいな感じの声が聞こえてきて、わって見に行ったら、もうもちろん誰もいないわけですよ。うん、で、車も誰もいないしって。いや、もうそしたらその大阪の人はも怖がりなもんですから、もうもうダメだもうお前と行ったらもうダメなんだよって言って、<laughs> も,うもうダメだダメだって言って帰るとか、<laughs> 今のはちょっと軽いやつだったんですけど、それこそ一番これ明確にすごかったなっていう、うん、そのまたこれも複数人が体験してるやつなんですけど、縄文トンネルのつながりで、うん 関東にもトンネルの名称がいっぱいあるんですか。はい、その時にえ、吹き上げトンネルって有名じゃないですか。はい、あそこのまだ9級が入れたんですよ。2006年、7年ぐらいだったんで。まあ、今ギリ9しか無理ですもんね。えー、もうなダメなんですよ。9級ダメですもんね。風呂捧れちゃってて、はい、しかも9の方も当時ですからまだオレンジ色の赤色灯なんですよ。あ、今、今もう LED になっちゃって、もう全然雰囲気も何もないっていう。<laughs> そこに行った時に、東京で樹海に行って、 メンバーのそのそ人ですよ、えー、でまた車で行って、うん、でそしたらちょうどそ10月ぐらいだったんですけども休みの日ってこともあって先に誰かがこう入ってう ていくのの見るのもあれだなと思って、うん、誰もいなかったらやよかったよねみたいな感じでついてみたら誰もいなかったんですよ、うん、よかったよかったって言入っちゃう入っちゃう」って言って、うん、で、まあ、ここも何人かいろんな人が行ってて不思議な現象というか不思議な体験を何かしてるんですよそれこそ岩尾さんもしてて<ー>、えー、それもあの車で行ったら内側の窓のところにベタって手形がつ<ー>いてたとか行った人間がみんな左側になぜかこう。 壁にまっすぐ歩いてるつもりで左側にみんな寄って行ってて、戻ってきたら左なんか寄ってないよっていう。でも写真とかカメラで見てたら、全員左側に寄ってるっていう。えそんなことあるんだっていうことで行ったんですね、そこに。で、自社ついてみたら確か雰囲気あるんですよ、オレンジ色でもうわワーってなってて。うわ、すごいなって。ただ、ま、その時もまた、なんか怒ったらいいですねってでかい声を上げながら言ってたら、ちょうど中間ぐらいまで行った時に、入り口側から、へ っっってていいいううん、若いなんか大学生っぽいよよな女性の2人が入ってきたんですちょうど休み期間ちゅうってこともあって何、まあ、か肝試しかなかできたのかなと思ってあう,ん、うわなんかちょっとこっちはカメラ回してるし、うん、気まずいなと思いながらまあ喋りながらどうや行ってその向こうになんかこう電柱があってそこになんか死ぬみたいなこと書かれたやつ、はい、見て写真押さえて、うん、よし戻ろうって言って、まあ、戻ろうとした時に今度その電柱があった方側から シャーって自転車が走ってきたんですよ。<laughs> でも、もこっちはトンネルの中にいるんです。すごいじゃん反響が。うわーって言って、すごい音だなと思って、そのまま通り過ぎてって。ああ、なんか、こんな道なのに結構夜遅い時間だったでも12時ぐらい。え、こんな時間帯に自転車通る人もいるんだ。まだ使ってる人いるんだな、こんなところ。って言って、入り口の戻ってったんです。そしたら、車が1台、ラン、 ぶっつけた状態で止まってて、<う>そこの前に男が3人ぐらい立ってたんですよ。<う>多分明らかい大学生なんですけど、はい、したらちょっと話しかけるのもあれだなと思って、どうしようかな,なんか絡まれたら嫌だなと思ってたら、その東京の人物が、あこんにちはつって普通に話しかけるんですよ。<う>肝試しですかつ<う>って。もうその方がいいんだって後から聞きましたけど、<う>実はあの変にこうやって顔を背けたりとかすると絡まれたりするから、<う>あこんにちはつって話しかけたって。そしたら、いやーつっ,って、もうこっちもあの、肝試しに来たんですよ、つ<う>って。いや、なんかお兄さんたちが先に入ってったの見たから、ここで、俺待って なんか怖いことありましたってすごいウキウキして聞いてくるんです、はい、で私その時気づいたんですよね。あれって、あの、お兄さんたち3人ですかってっ、はい、もう3人ですよ。えいつ来たって言ってました,たいや、あの、お兄さんたちが3人入っていく後ろ姿見ましたよ。はい、その間誰か出てきませんでしたって聞いたら、なんでそんな怖いこと言うのって3人とも言うんですよ。<ー>いやえっと、女性いないですかって言ったら、はい、いないよ。どうか,か、だって持てない男たちしかいないじゃん、ここに。とかって向こう言うんですよ。はいえでも 我々入ってた時に入り口に明らかに女性二人入ってきて、え、見てないっすかって言ったら、うん、いや、見てない,みたいな、見てない。でも、あんたたち入ってた時、俺たちずっといたけど、誰もん出てきてないよ。えー、え、じゃあ自転車はって言ったら、見てない,みたいな、見てない。なんでそんな怖いこと言うのって、その三人ともビビっちゃって。うん、もう、その時には、 来れたんじゃないかっつってこっちはなんか抑えられたんじゃないかっつっていやよ,よかったよかったってまたそのレンタカーの車に戻ってバーターしてる時にいやそういえばあの自転車の人さママチャリだったよねって大阪の人と私は喋ってたんですよ、うん、そしたらもう一人がその東京に住んでる人が「えスポーツバイクじゃなかった?」って言ってすごく食い違うんですよ「うん、いや乗ってた人は?」って言って「私はなんかおばちゃんが乗ってた」って言って「うん、いやいやいやおじさんだったよ」って大阪の人に言って「<れ>いやなんかもうがっつりあのこういうスポーツバイクっていうかこのがっちりした人が走ってきたじゃないですか」って <laughs> 3人とも言ってること違うんですよ、うん、でも 自転車が通ったのは間違いなくて、はい、まだ当時のカメラの性能良くなかったんで薄暗い感じの映像は撮れてたんですけど、うん、明らかに自転車のランプがブーッと走ってきてるのと<ー>そのブシャーっていう音だけがしっかり撮れてて、うん、で通り過ぎてた違が、あの自転車通り過ぎましたねって話を3人でしてるっていう、はい、でも見てるものも違うし入り口でましたらその大学生たちも見てないっていうあ、はい、れ何だったんだっていう。えー ず、ずっと取れてるわけですもんね。取れてるわけ。ええ。<laughs> そう、そういうのがあったりとか。結構ね、えーまあ。もしかしたら、ちょっと大学生たちが怖がらせようとして、こう言ったみたいな可能性もなきにしもあらずですけ、ね。まあら、きにしもあらずですけど、その車の中もこうや確認してみたんですよ。はい、でも、女性もいないし、あそこ、結構山の奥じゃないですか。 だだから女性をどううやってったんだってていたんのもあります、ね、確かに確かにこう引き返したわけでもなさそうですしね,、うん、すねえー、ね確かに99は関東の中でも結構1位に争うぐらいやばいみたいなす、ね、です、ね、やばいっていう話がありますよねあそこは絶対に入らせられないって言われましたもんあそうなんですか9はまあ OK です、はい、で99に関しては崩落の危険とかがなんかあるみたいな崩落の危険があるんですよ、はい、っていうのもあってでやっぱこってそういう話多いんですかみたいな聞いたらあもうすごいですすごいですね、うん そういう報告あります、みたいな言ってました。ああ、せっぱやばいんだって思いましたね。我々行った時は、まだ救急入れたんですけど、そこで何にもなくて、いや、救の方がすごかったじゃないか、みたいな感じで帰っちゃったっていう。ああ。そう。だから結局、まあ多分我々が入った後ぐらいすぐ封鎖されちゃったんで、多分最後の世代ぐらいだったんですけども、確かに手彫りの後みたいな、もう剥き出したんですよね、岩が。すっごいな、こんなとこ誰か使ってたんだ、みたいな。怖いっすね、それ。もうライみたいな名いっすよね、もともとなんか。ないですからね。 うわだからトンネル系って意外と表紙抜けすることの方が多いじゃないですか,なんかそうですね僕ら今思うとそうなのかなと思うのは福岡に有名なトンネル銀泣きトンネルじゃない方で、はいうん、福岡だったからあるんですよね、うん、福岡の有名な心霊スポット銀泣きトンネルと白山霊園で霊園があるんですよ、はい、ともう一個なんかトンネルがあるんですけど、はい、そこに行った時に、まあ、長さそんなないんですよ、はい、でその日雨が降っててすごい足元が悪くてだいぶぬかるんでて、まあ、普通に入れたんですよ、うん 入っってて一番奥までで行って何にもないんですよトンネルのちょっと抜けた先ぐらいになんか石じゃない何かが道の真ん中に落ちてるんですよ、はい、だなんだあれってなってでこう近づいてスマホのライトでパッて照らしたら首のないちっちゃいお地蔵さんだったっていうことあるんですよ。あえっってなっゾッとして、はい、でしかもそれどこから持ってきたか分かんないような感じなんですよ、えーはいで。周り探してもお地蔵様が備えてあるような場所なんかないですし、はい、でやっぱ触るのも怖くてそれは引き返して。 それぐらいなんですけど。うん、やっぱそう思うと、ああいうのって誰かがいたずらで置いてるのかっていうのはちょっと考えちゃいますよね。そうですね。なんかそういうようにしたら人が来なくなるだろうっていうふうにやったのが逆効果だったっていうパターンが、ねー。確かに確かに。まあるんですよね。たぶん確かに、車は通られないんですよね。あ<ー>はい、本当にちっちゃいです。なんかひ、ひな祭りぐらいのおじそさんです。ちっちゃいですね、本当、随分、はい。 そんなお地蔵さんなかなかないですよね。そうです。ひな祭りぐらい、このぐらいのお地蔵さん。でも一緒なんですよ、ちゃんと。で、首がないみたいな。ああ、首がないですね。だいたい相場ってこれぐらいじゃないですか、まあまあ、そうですね。これの半分ぐらいの感じで。えね。ちっちゃいですね。で、あっないってなって、これもちょっと怖かったですけどね。ああ。まあでも、行くと何か起こる人と、僕はどっか行ってみたいんですよね。じゃあ行きましょうか。行きますええ。ありますかね、この辺で。 今って、それこそ心霊スポットってかなりシビアになってきてるじゃないですか。確かに、昔は不法侵入とかって言葉があんま聞かなかったですもんね。そうです。あ、ただこれが、実はループしてるんですよ。ループしてるというか時代を巡るっていう感じで、心霊スポットみたいなのがすごくネット上で流行ってった時期って、 まだ2000年入るかな、入らないかぐらいの時にあったんですよ、はい、ホームページが。どこどこのシレスポット行きましたみたいな、その全国総合みたいな。あれがあって、ただちょっとやばい事件にそういう言ってた人がこう書わっちゃって。 で、それで大問題になって、みんな個人サイトみんな閉鎖したんですよ。はあ、なるほど。で、それからまた20年ぐらい経って、今、その YouTube とかで指令スポット行ってるみたいな感じのあるんで、だからやっぱこれ、ぐる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 、してるんだなっていう。また、どっか、またそのでかい事件があって終わりそうですけどね、そうなんですよ、ね。流れでいくとんですけどね。えー、だから僕はできるだけやっぱ、まあ、もしプライベートで行く先は通るぐらい、ああ、そうやるんですけど、ね、絶対撮影だったら許可取ろうとするんですけど、やっぱ取れないですもんね。取れないですね。絶対くれないですよね、あれ。くれない。 あれ何な,なんですかあれ、ね、たとえメイウェザーが行かせてくれてたら許可出すんですかね と思います。いやいや、むしろ、メーベーだったら買い取ってくれって言うかもしれないですよ。<laughs> 買い取ったんだったら別に自分で好きなようにしてもいいんじゃないかっていう、それはね、<笑><笑>あるかもしれないですけど。それが知名度においてダメって言われてるのか、何があってもダメなのかっていうのはちょっと気になるところがあるんですよね。そうですよね。そこがね。ですよね。ねあれどっちなんですかね。どっちなのかわかんないですけどね。がっつり幽霊の話になっちゃいましたね。そうですね。がっつり心霊か。いや、多分今までで一番心霊かもしれない。<laughs> いやいや。あそうですか。いやいや、これまでで、多分これまでの僕のこのチャンネルで、交通チャンネルで多分一番幽霊の話します。幽霊の話してますかいやいや、そんなことありますよ。いや、だから、一番人っぽい人も。そう、普段から、いや、幽霊なんてって言ったりとかするのにこう話をするから、一番あんたが幽霊好きでしょって言われたりするんですそれ、好きですよ、多分。そうなんですその好きに飲み込まれて、僕も珍しくなんか死んでる話をしてま え、でも、一コアもやっぱ聞きたいですよね。一コアですかいや、ありますよ。最後になりますけどね、時間的に。ちょっともう、もう1時間ああ、じゃあもう最後に、じゃちょっと、とのやつ。いや、なんなら、T1 で喋ろうと思ってたやつ。あ、え、そうなんですかやらせていただこうかなと思ってるんですけど。あの、私、強烈な電話がかかってきたことがあって、 いや、始まりだ。そう、何かっていうと、はい、見知らぬ電話番号だったんですけど、はい、夜の11時過ぎぐらいに電話がかかってきて、当時まだ探偵やっててもちょうどやめたぐらいの時期だったんですけど、うん、ま,あまだ仕事の依頼とかも来るもんですから、はい、まあ全然24時間関係ないんですよ、そういうの、はい、あ、また依頼かなと思って、パッて電話に出てみると、はい、はぁ、はぁえ,えだだ、なんだ、いたずら電話ですか、はい、って言うんですよ。はぁ、 えっ,っと,言ってて、えー、とちょっとあのー、やめてもらっていいですかね、うん、って言ってたら「お前のせいだお前のせいだお前のせいだ」男の,の,の声を<う>あのー、どこと間違えてんですかちょっとや,、うん、やめてもらっていいですかって言ったら「お前間違ってお前間違ってない」って,ないってずっとそのうなってる声がずっと聞こえてて「えー、と切りますよ」って言ってたら後ろから女性の声で「助けて助けて助けて!助けて」助けてっていう声が聞こえてくるんですよ「うん、えっ何,何,何,何されてるんですか?」って言ったら「うん、お前のせいだよお前のせいだ」 「いやなんか事件みたいなことだったとしても私関係ないんでやめてもらっていいですか?うん」って言ったらしばらく無言だったんですよ「え,えちょっ大丈夫ですか大丈夫ですか?大丈夫ですか」って言ってたら急に水をまくようなパシャ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 って音が聞こえてきて「うん、え何やってるんですか?」ってもう必死に訴えるんですよそしても全然その音止まらなくて水の音でその音がピタッと止まったと思った瞬間「っ、うん!」っていう絶叫、うん、うわっと思って「え,え,え大丈夫ですか?」 って言ってたら、熱い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 ,熱い,熱いって、もう男女の熱い熱いっていう声が聞こえてきて、そうえー、って言ったらプッて切れたんですよ。で、もう一回電話かけても、もう繋がらないですよ。<う>だ、これと思って、うわ、なんか、まあ確かにそういう仕事とかしてたりとかすると、いたずら的な、その恨みを書くことも多いんで、<う>まあそれの一つなのかなって思ってたら、その一週間ぐらいに、ちょっと前に依頼を受けてた社長さんから電話かかってきて、<う>いや、最近なんかさ、 いたずら電話がうちにかかってくるんだよ。うん、ああ、そうですか。まあ、そのいたずら電話でどうなんですかって。いや、なんかよくわかんないけど、ずっとふわーって言ってんだよね。ちょっとあまあ、そういういたずら電話ってたまにあるんで、例えば電話番号変えてみるとか、そういう対策してみたらどうですかって。ああ、そっか、わかったよ。って言って、そういう人また変えてもらったんです。うん、いや、でもさ、続くんだよね。って元電話が変わってきて。うん あ,あそう。いや、まあ、でもそんな、いたずら電話って言ってもさ、社長、うちにかかってきた電話に比べたら、マシじゃないですか、って言ったんですそしたら、え、どうなのって。いやいや、この間ね、なんか水巻いてるのと聞くと、熱い熱いって。でも、少子、自殺かなんかの変な音みたいに流してきたやつがいて、って。それだよ、ってう<え>その社長が。怖<っ>いや、それさ、え、気づかなかった声って言われて。いや、わかんないですね。いや、それ、うちの金横領してたあの専務の声じゃん、あれ、って,言ってえ。ええ 思って覚えてないって言われて、うん、まあ確かにその1年前その社長に依頼を受けたのはうちの会社のお金,が金庫からお金盗まれるって犯人を見つけてほしいって。うん いう話だったんですよ。でも犯人はすぐ見つかったんです。それがその会社の社長の政務だった。うん、でも60歳超えても勤務歴40年ぐらい長い。ベテランなんですよ。えー、ただ、その60歳ぐらいになってから女の人にハマっちゃったって言って。で、その人の女の夢を追いかけたいの応援したいって言って。まあ、実はパパ活のさらに上位場みたいな感じで、家族もいるんですよ。息子とかもいて、奥さんもいるのに、えー、もうその夢、歌手になりたいっていう夢のためにはどん,どん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 つって自分の貯めてたお金を全部つい込んじゃって、でそれじゃ足りないからって会社にも 手出しちゃったっ、えー、それでもう、それからもう私が調べて犯人分かったんで、もうそれですぐ懲戒免職で、もう退職もちろん出ないし、みたいな。もちろん事件沙汰にはしなかったんですよ。その人のこともあるんで、つって。うん、で、その後に私にかかってきた日、あの日、全部自殺してるぜ、つって。えー、本当にそ,うその、昇進自殺だったらしいぞ、つって、えー、家で。ただ、その家で燃えたのって、一人の遺体しか見つかってないっていうんですよ。はいはい。 え、でも私で分かってきたのは女性の声も聞こえてましたよってって。社長もそうですよね。いや、そうなんだよないや、でもあの声明らかに専務としか思えないんだよ。って言って,て、あ,あ、そうですかって。言ってて、その電話を切ったんです。うん、で、それからちょっと経って、社長が亡くなったってララ,ラがうちに来たんです。うん、でもそれも調子なんですよ。ええと思って。いろいろ調べてみたら、遅くまで一人で仕事してたらしいんですよ、事務所で。そしたらその事務所が燃えちゃって、そのまま社長、 逃げ切れなくて燃えちゃったっていうやつなんですけど、その事務所で働いてる人間って人数少ないし、ただタバコ吸ってる人間いないのにタバコが火元だっていうふうに言われてるんですよ。えー、で、その会社で唯一タバコを吸ってたのって、その辞めた専務だけだったで、えー、で、えー、まさかって思って、 その周りの人間にいろいろ、いや、あのなんか燃えたっていう時に誰か来てませんでしたっていろいろ聞き込みをしてみたんですよ。そしたら確かに夜一台不審な車が一台止まってたって言って。 ただその話は警察とかにもしたけど、あ,あれは単なる火の不始末でね、えー、燃えただけだから、別に調べたりはしないけどっていう風な話で終わってるんですけど、うん、その専務が燃えたって話なんですけど、うん、もう遺体がわからないくらいの燃え方をしていて、うん、そこに住んでいる人物が専務だったから、専務が亡くなったって扱いになってるんですよ。えーうん、だから本当は専務まだ生きてんじゃないかっていう、<ば>そういう話です。 でもこれ、あながちありますよ、これ、ええ、あんま多分言っちゃダメなんですよ、消<ー>死体、水死体、山の中で埋まってる死体って、やっぱ死因とか身元が特定できないこと、ほうが多かったりするですよ、多いっすね、だから報道されてるって、身元が分かったものが多くそう分かって、ね、統計取れたやつって調べたら出てきますけど、ええ、出てきますね身元不明、出火原因か、はい、出火原因さえ分からないものって、めちゃくちゃあるんですよ、ありますね、うん、そっちも多いんですよね、多いですね。 ありえますよ,、ね、ありえますよだからだから怖いのが、うんうん、私もまだ狙われてるじゃないかっていう,、うんうんうね、えー、いやいやちょっとでホンこっちとか来て電話しますからね <laughs> <laughs> ああ確かにね、えー、その場合はちょっと <laughs> 絶対に電話しますからねわ、えー、かりましたいや怖い確かにまあでも、まあ、もしかしたら偶然かもしれないし、えー、本当その女性の遺体だった可能性も十分ありますよね,そうですね全部が焼けて、うん、もう わかんなくなってて、ね。どかもその男女もわからないっていうパターンもあり得ますからね。ええ。いや、だから、これ、まあ、そういう夢を追いかけてる女性ですから、正直どこかに消えてしまったらもう、あと、まあ、足取りとかわかんないんですけど、でも、その専務がいなくなった後ぐらいから確かに足取り途絶えてるんですよ。うわぁ、なんだそれ。えー、超事件性ありそうな話ですね。超事件性あるし、怖いっていう。いや、怖いですね。 ま、これをちょっと T1 用にね、持ってやろうかなと思ってたんですけど、どうしても、最高ですかやりたくて。<laughs> いや、そっち<え> <laughs> えでもあれ怖かったですよ、あれ。いや、最高ですかもあれも怖いと思いますよ。僕はあ,あっちの方が好きって言うとね、今は失礼ですけど、はい、どっちが好きだったら最高です。よ,<ー>よかったです、めっちゃ。あれもね、ちょっといろいろね、あるやつなんで。あ、そうなんですかはい。うわ、面白。いや、やっぱ人、子とか、もう全部そうですけど、ただ今日、心霊会でしたね。 いやそうですね。僕心霊界になっちゃう、ね。心霊、だから結構久しぶり。なんか、洋介さんの心霊の話って、リアリティがすごいじゃないですか。はい、ああ、ありがとうございます。そう言っていただけると。急に浮遊した何かがやってきたりとか、黒い影がとかではないので、はい、こうリアリティがあるというか、放送中にとか言うので、すごい聞き込んじゃいました、なんか。あいやー。確また声いいっすね、洋介さん。<laughs> ラジオっぽい、その、いい。<laughs> ああ、まあ、それは、ここの、いい、ここもお持ちですね。ああ<ー>、<の>そう、喉仏。これ、これ、これ、はい、そう、喉仏だ。ああ<ー>、<laughs> いい喉仏を。 お持ちで。そう言っていただける初めてですけどね。これ聞いてる人だけになった時に、この、抜ける声の方っているじゃないですか。よりも、喉仏がしっかりした、ええ。ぐっとかすれる声の方が、多分聞いてて心地がいいと思うんですよ。ね寝てるで書か結構その、睡眠用にいいって言われます。え、めっちゃいいと思うんですよ。今日多分今ここまで起きてる人一人もいないです。もう途中寝ちゃって。絶対寝てます。 いや、でもその前何回も見ていただいて。最後まで。ま、最後まで辿り着かないかもしれないですけど。りだから、あれ、介さんって心霊だっけみたいな。そういうね、印象になっちゃうかもしれない。ですけど。いや、ただいい話でした。いや、ありがとうございました。いや、ありがとうございます。ちなみになんか陽介さん、告知であったりとか、イベントはなかなか出演されないですかそうですね。イベントとかは特にないですね。あれあります、告知は。告知。ニワオさんは、あの、YouTube チャンネルの あの、恐れ知らず。いや、もう本当にそこは。恐れ知らずだけを見てくれてえー、えー、もう恐れ知らずだけを。いや、もう最近は階段怖話だけじゃなくて、いろんなちょっと別のジャンルにもちょっと手を出してたりとかもするので、はい、え、まあこう怖話とかもちょっと疲れちゃったなっていう方とかであれば、はい、岩尾さんとかのゲーム配信ちょっと見ていただけたらなと思ってますので、はい、え、内藤さん階段恐れ知らずよろしくお願いいたします。お願いします。いや、いい話でした。なんか、洋介さんの視聴コアまとめとかやってないんですか、チャンネルでは。一コアとかは、ああ、 それこそ、タックさんのその T 話に出るっていうので、はい、去年1年前もやってたのが、はい、もう動画化できないやつを夜の12時から1話だけ毎日のように語っていくっていうのをやってて、えー、それはもう基本的に動画化はしてない。まあ何本かはしましたけど、はい、でもまあしてないやつも多いですね。はい、うわなん<で>か睡眠用の山本洋介一コアまといみたいな。あ、それね、<laughs> やってもらって、 で、で、実際そういうので寝てた方もいるんですけど、うん、大体悪夢を見るからやめますって言われます、ね <laughs> えー、まだ幽霊出てきた方がいいって言われる。<笑>,笑えないし、ちょっともう後味悪すぎるしみたいな。<laughs> いいですね、えー。そうやって言われてしまいますので。えー、ちょっといろいろ他にも聞きたいな いや、面白かったです。楽しかったです。いやいや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。概要欄の方に恐るしださんの YouTube チャンネル載せておりますんで。よろしくお願いいたします。はい、他にも各種 SNS のリンク載っておりますんで、ぜひチェックよろしくお願いいたします。いいますというわけでね、もし来年も、あ、来年が一応、こう、毎回お伝えしてるんで、んですけど、上、はい、中下で一応書籍終わりで、はい、一応、まあ、言ったら書籍のスピンオフのイベントなので、はい、一応来年で、まあ、最後かなと、はい、一段落、第一章は終了かなって思ってまして、はいはい、またそこでもね、何かどういうふうに今回は、 あの募集するか募集なのか選抜なのかわからないですけど、はい、またありましたらぜひい。いやもう出るでしょう。そこはもう三年連続でやっぱ三度目の正直ってのありますからいや。それは一応あらゆるものは考えてるんですけど、えー、プランは。その中の一つとしてやはり二年連続出られてる方は出そう。はい っていうのは気持ちとしてちょっとありますね。本当ですかありがとうございます。もしあれですよ。<っ>選抜になったら、ね、ああ、そういう形になったん、ね、はい。オールスターみたいな感じで、はい、ちょっと規模も上げて。まあもしそうじゃなかったとしても、実力で上がってきますから、また。おー。えー、そうですね。そうですね。確かに。そうですね。もうそこはもう、あの豊洲ピットのあの舞台というのは、なかなか怖い話であんだけの人の前でやることってのはないので、 気持ち良かったですか。めちゃくちゃ楽しかったですね。えー、えー。<laughs> 面白い。<laughs> いいですね。いや多分他の人はもうね、も楽しかったっていうよりはもう緊張したってことを言ってた人多かったと思うんですけど、<ー>まあ、次何やってやろうかな、みたいな。ちなみにまだコラボされてる方、半分ぐらいですけど、はい、皆さん緊張したって言われるんですけど、はい、楽しかったって言われた方、今回、洋介さんの二人目です。あ、二人目。二人目です。誰だと思うんです、一人目。めさんじゃないですか。岩尾さんでした。岩尾さん <laughs> 本当ですよ。<laughs> あの人、珍しくガッチガチになってましたけどね、なんか感動しました。あの、初めて話した劇場と重なったみたいで言ってましたね。すごい一人だけエモい気持ちになったって言ってました。ああ、そういうことで言うと、私初めて人前で喋ったのって、今はもうなくなってしまった大コアっていうイベントがあって、それで大阪に行った時だったんですよ。まあその時人前で、あ、やるのは2回目だったんですけど、1回目は東京の最強制のイベントで、 で、二回目が大川だったんですけど、まあ、その時っていうのはもう、何言って、 やっぱり誰なんだお前みたいな話だったんで何のリアクションもなかったのがもう今回わってやったらばって帰ってくるのですごい感慨深いものありまして同じやんもうえ三味一体みたいな三味一体またこれ多分同じ話僕モーリーさんから聞くでしょモーリーさんはまた違う話するとこいですよええそこは全く一緒のすごいでもあんま愛も変わらずあんまりお会いしてないですけどかしないですねええだってそう T1 の帰り私と岩尾 おさんは車で一緒に帰ったんですけど<う>モールさんだけ置いていきましたからね。<laughs> <laughs> なんでもう、もう、モーリーさん置いてこうって言って。ま、だ帰りも途中でこうみんな降りてくみたいな感じだったんで、あの、バラバラでしたあ、そうなんですよ。もうその話、あの、今月末にモーリーさんにお会いするんで、深く聞いておきます。ちょっと聞いてみてください。聞いてください。聞いてみてください。ということでございました。楽しいお話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、じゃあ改めて、本日のゲストはですね、山本陽介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。